どうも、北海道トラベラースヌースムムリクです。今回は函館で宿泊したホテルの紹介です。今年2023年の5月に函館を代表するあのホテルのアネックスがオープンしたとのことで宿泊してきました。ここでしか体験できないものもいくつかあり、本館とはまた違った特典などもあって驚くばかりのホテルです。ぜひ最後までご覧ください。場所はこちら。もちろんベイエリアにあって、ラビスタ函館ベイさんからも歩いて 2,3 分のところにあります。こちらの宿は5月にオープンしたばかりですが、このハイレベルな函館のホテルでもすでに口コミポイントは函館でもトップレベルです。こちらはウェルカムドリンク。お菓子もあります。ここでパウンドケーキとアイスティーを飲みながらチェックインを待ったんですが、このアイスティーがね、もう抜群に美味しかったですね。何杯もおかわりしたくなるくらいです。ソファーでチェックインを待ちます。客室数が少ないからか、混雑もなく一組一組丁寧にチェックインを行ってくれます。さあ、チェックインも終わってお部屋へ向かいます。今回は8階のお部屋でした。さあ、ここにですね、お用意しております。さあ、お部屋どんな感じでしょうか。引き戸でこんな感じでツインです。いや、広い。いや、めちゃくちゃ広いな、これ。素晴らしいです。さあ、景色と、残念ながら函館山、わあ、ギリ見えるような、でも山頂はちょっと見えないかな。さあ、じゃあちょっとルームツアーしていきましょうか。あ、この中にタオルですとかカバンがね、用意されていますね。これが金庫ですかね。で、下にナイトウェア、タオル、電話。あ、こんな風にちゃんと小物置き場までしっかりしてます。あ、豪華何かでしょうかね。で、これがテレビ、こんな感じになってます。ここが冷蔵庫ですかね。コーヒー、わあ、しっかりしたコーヒーミルです。これが豆でしょうかね。あ、やはり函館みすずコーヒーさんです。こちらが湯沸かし器ですとか氷入れですね。水が2リッターと500、素晴らしい。そして USB ポートが
ますね。こちらがバスルーム。いや、やっぱちょっと高級感ある感じですね。あ、この辺にアメニティがあります。ドライヤー。さあ、こちらシャワールーム。ちょっと狭めでしょうかね。まあでもどうせ使わないんで、こちらがお手洗いでしょうか。こんな感じでいいです。いや、当然といえば当然ですけど、できたばっかりなのでかなり清潔感ありますね。そしてなんと五島県のおかきがあります。あ、こちらはラビスタ。これね、確か前回のラビスタ函館ベイサーのところでもありましたね。これも後でいただきましょう。さあ、今回予約したのはツインですね。で、料金がこんな感じ。おなじみヤフートラベルの即時ポイント利用で2760円、そして全国旅行支援で3000円引かれておりまして、トータルで12720円。これ何がすごいかって、これ予約した時、まあ、本館のねラビスタ函館ベイさんよりも安かったんですよね。まあその後多分あちらでキャンセルとかが出て向こうの方が安くなったりもしたんですが、まあ私がね予約した段階ではあちらと比べてこちらの方が安かったという。いやー、素晴らしいですね。多分ほんとこれくらいの部屋だとね、2万円ぐらい取ってもおかしくないような部屋です。素晴らしい。さあ、そして館内の説明ですね。天然温泉、まあラビスタ函館ベイさんもそうでしたが、塩化物ナトリウム強塩泉ですかね。で、女性が9回、男性が10回、お昼3時から翌朝10時までずっと夜中もね入りたい放題ということらしいです。ただサウナは1時から5時までクローズで、これがねちょっとびっくりしたんですけれども、貸し切り風呂3種類あります。これが9階ですね。で、こちらはもう24時間営業ということで。で、しかもね、何がすごいかっていうと、これ、なんと無料なんですよ。で、無料で何度でもお楽しみいただける。もちろんね、この貸し切り風呂が空いてればということなんですけれども、やっぱ人気だと思うんでね、空いてることないかもしれないんですが、まあ、チャンスあればね、ぜひこちらの貸し切り風呂も入っていきたいと思います。そしてもう一つの楽しみ、朝食ですね。朝食は、和洋バイキングですね。こちらも非常に楽しみです。あとはね、ロビーにあったアフタヌーンティー、そしてこれもねおなじみ昔ながらのアイスキャンディー、10階の湯上がりどころですね。そしてなんとガラナもあるみたいですね。そしてこれも驚き、夜泣きそば。おそらく日本のね、ドーミーインラビスタの中でもここだけだと思いますね。これもぜひお楽しみいただきたいと思います。まあ今回ね、まあ私の誕生日を祝うにふさわしいものすごいホテルなんじゃないでしょうか。非常に楽しみです。さあ、では早速ねお風呂入っていきたいと思います。まあ貸し切り風呂で空いていたらもういきなり入ってしまおうかなと思ってますね。非常に楽しみです。さあ、では行ってきます。風が強いんですよね。ここにバスマット、そしてアメニティもあります。源泉温度が36度なんで加温してますかね。
ましたけど、同じような角度ですね。さあ、戻ってきました。いやー、貸し切り風呂、めちゃくちゃ良かったですね。まあ、やっぱね、人気だったんで、チェックインして、ね、すぐ行った方がいいですね。一応貸し切り風呂はね、3種類あるんですけれども、まあ、一番入りたかったヒノキがちょうど空いててね、グッドタイミングでした。で、お湯はね、強塩泉で、温度はね、露天風呂では最高の42度ないくらいかな。まあ露天風呂はね、あんまり暑すぎても長湯できないんで、まあゆっくり浸かるにはね、もう最高の温度でした。しかもね、強塩泉なんで、まあ少しね、温度低めでもめちゃくちゃ体温まりますし、まあ今でもね、汗めちゃくちゃかいてます。まあしかもね、正面に海が見えて、横にはね、函館山が見えて、で、海鳥がね、目の前を舞って、まあもう少しね、晴れてたらとは思うんですが、まあやっぱね、夜だと景色も見られないんで、まあ皆さんもね、早めにチェックインして貸し切り風呂を向かった方がいいですよ。そしてね、これが無料で楽しめるなんてのはね、ナビスタさん粋なことしますね。まさにね、他では味わえないここだけの特典ですね。さあではね、ちょっと一休みして夕食へと向かいたいと思います。
続いてはこれまたラビスタ道民名物のあれです。出来上がるのを待ちます。ということでお待ちかね、ラビスタ道民名物夜泣きそば。もちろんこれも無料です。しかしこの夜泣きそばは他とは違います。通常はね、醤油ベースの夜泣きそばなんですが、ここは函館ということで、なんと塩夜泣きそばなんです。こちらもここだけの特別なサービスです。ここはやはりまずはスープから。ほんと透き通ってますね。めちゃくちゃ透き通ってるんで、あっさりめかと思いきやね、意外や意外、結構パンチのある濃いめの塩。だし自体は醤油と変わらない感じですけれども、塩だれでしょうかね、これがかなり濃いです。後味しっかり残る感じ。今回の旅ではね、これが唯一の函館塩ラーメン、ほんとここだけのプレミア特典です。でもね、これね、お店で食べるレベルの味で、これが無料で食べられるのはもう信じられないですね。ほんとラビスタさん感謝です。ごちそうさまでした。そして大浴場へ。人が少なくてね、ほんとゆっくり過ごせましたね。ラビスタ本館ですとかセンチュリーマリーナさんの温泉は、源泉がね、茶褐色の鉄分豊富なお湯だったんですけれども、こちらはほぼ無色透明。源泉が違うんでしょうかね。それでも強塩泉なだけに体が温まる温泉です。大浴場からはラビスタの本館と函館山が見えるんですが、当然ね、夜はあまり見えないので朝風呂にも入ることをお勧めします。さあ、ラビスタさんのメインイベント朝食へゴー。こちらが2階の朝食会場です。こちらがメニューです。さあ、ではここから一気に紹介していきます。
こちらが第1弾。まず始めはこれから。さあ、ここからは一気に食べていきます。ということで、ラビスタ函館ベイアネックスさん、いかがだったでしょうか。正直ね、函館でいろんなホテル泊まってきたんですが、その中でもね、私的にはやはりラビスタ函館ベイさんが一番お気に入りだったんですよね。でも今回ね、こちらに泊まってみて、正直ね、本館よりもこちらの方が私的には一番おすすめなんじゃないでしょうか。とにかく人が少ない。
本館よりもこじんまりしていて、網走もそうでしたけれども、やはりね、客室数が少ないというのがこのゆったり感というかリラックスできるんですよね。やはり人が多いとね、ごちゃごちゃしてて私的にはね、あまり好きではないので、このゆったり感、そしてリラックスしたいという方には本当おすすめのホテルです。今年の5月にオープンしたてで高評価なのもうなずけるホテルでした。夕食、朝食はもちろんラビスタらしくハイレベルで、なんといってもね、無料の貸し切り風呂、そして塩よなきそば、これはね、ここでしか体験できないものなので、ぜひ皆さんも泊まりに来てみてください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイビー。